こんにちは。何年、1年ぐらい更新してなかったんですかね。てかまあ1回目の動画からどれだけ時間が経ったのかわかんないですが、その間僕は大してこのゲームをやってませんでした。が最近ちょっと久しぶりにやり始めまして、そうなんですね。このゲームってやっぱ久しぶりにやりたくなるゲームで、定期的になんかあ X3 やりたいなって思ってやるゲームなので、最近そのブームが来まして、資産状況がえらいことになりましたね。とりあえず今は1,2,3,4,5,6が20隻ぐらいの輸送船とか貿易船を傘下に収めておりまして、衛星も持ってるし、あとあの軍事輸送船 TM ですが、ペポップ号だけじゃなくて他にも3隻用意しました。ただちょっと先日カークのコルベットと戦った際にですね、この中身の1隻につき4隻乗るんですけど、戦闘機が、だから要するに十数隻の戦闘機が全滅しまして、コルベットにボコボコにされまして、ただまあ一応勝ったことは勝ったんですけど、ちょっと今中身は空ですね、 TM で。あとはお使い用のですね、あの衛星を配置するとその星系の情報が遠隔で見れるんですけど、衛星配置するのってちょっとめんどくさいんで、手動でやらないといけないので、ですね、こういうふうにお使い用の小型戦闘機を置いて、その星系の情報を送ってもらっていると。時々そのお使い用のメッセンジャー軍隊はですね、あの近くの貿易船を守りに出撃したりするんですけども。で、今のところ主力はこいつですね。アルゴンセンター。センタウリ、アルゴンセンタウリ、こいつは、コルベットサイズの戦艦、コルベットサイズの宇宙船でして、まあ、要するに戦艦、フリゲート、コルベットっていう風に順に小さくなっていて、その次が戦闘機なんですね。だから戦闘機から戦艦への橋渡し的な役割。このセンタウリは確か900万クレジットぐらいで買いましたね。まあこいつを主力にしていると。で、海賊をこいつで撃退してるうちに、海賊がこの戦闘機やるから見逃してくれと言ってきたので、ノバの、M3 です、大型戦闘機を何隻かもらったり、あと、まあエリートももらったんですけど、 M4 のエリートももらいました。あとね、The product of rare collaboration between two pirate clans, the Blast Claw is. ブラストクローをもらいました。ブラストクローっていうのはもう海賊しか持ってないというか、海賊がいろんな戦闘機のパーツをこうごっちゃごちゃにして、パチモンとパチモン掛け合わせて作ったみたいな戦闘機なので、これは結構レアなんですね。意外と強いし、ちょっとこいつは乗ってみたいなと思っています。それで、今回は前回と同じようにですね、あ、ちょっと今かなり遠くまで来てるんですけど、着いた、ホームオブライトまで戻って、アルゴンの本拠地まで戻って、今アルゴン の、 あの植民地みたいなところにいるんですけど、すっごい離れてます。とりあえず戻りましょうか。じゃあホームオブライト、ホームオブライトあった。戻ってテラコープ社のミッションをやりたいなと、というかミッションやるというかテラコープ社と仲良くなりたいなと思っています。
Entering system, home of light. You are talking to the... Spit it out! Right up! Reckon you can take the job? あ、めんどくせ。テラコップ社の仕事が今回は、輸送してくれという貨物輸送ミッションしかなくてですね、ミサイルを搬入してくれみたいな絵にならないので、この隣の、ちょっと待って、このステーションが戦闘ミッションを出してるのでもらって、こっちで戦闘ミッションやろうかなと思います。予定変更です。あ、イージーだ。ちょっと戦闘機でも呼ぼうかな。どうしようかな。配備しますか、新しく。お金はですね、今9000万あるので戦艦も買えるレベルまでお金が貯まっています。なので小型戦闘機買うぐらい兵でもないので、ちょっと配備しますね。隣のアルゴンプライムから、お、ちょうど在庫ある、戦闘機をもらっていきましょう。どうしようかな。僕だけノバに乗るか。ノバくれ。しかなかった頃から比べるとすごい進歩ですね。やだ、カーゴベイ、よしよしよし、 OK です。これで変えた、変えたね。ブルーワンと、で、この辺はカットします。カットするかもしれないですが、とりあえずここ船買う作業は地味な作業なんで、エリート買おうかな、バスター買おうかな。一機ずつ買うか。じゃあバスター L 買って、安いソフト全部買っとこう。スキャナ系はいらない。ハイザースキャナー、レーダーは買っとかないといけないし、このとこかな。でエンジンとラダーだけ買っといて、エリートも一機くれ。おっちゃん、おっちゃんエリートくれ。よいしょ、トレーディング、はいはい、パトロールコマ、ナビゲーションコ、デュプレブーストエクスペンション、でラダーとエンジン買って、さてと、どうしようかな。ホーラーもいいな。363、346、あ、いいや、ディスカバラでいいや。ディスカバラ4機買って、お、4個積んでんのか。エンジンチューニング、ラダーオプティミゼーション、ブーストエクステンション、
レーディングシステム、トレード、トレード、サプライ、スペシャル、セッター、パトロール、ナビゲーション、ファイトコマンド、レーダー、コモディティ、ロジスティックス、こんな感じかな。で、名前つけていかないと。このバスター、ブルースリーだな。ブルースリー、ブルースリー、ブルースリー、エリートブルー2。で、ディスカバラーに、4から、ブルー4、ウィン、ブルー5、ブルーセブンと、うん、これでいいだろう。じゃあ乗りに行くか。着きましたね。なんか渡すもんあるかな。ミサイルとか渡しとこうかな。オーロラミサイル7つ渡しとこう。オーロラミサイルトランスファー。あとはインパルスレイミッター4つ渡しといて、バイオスキャナーはいらないか。まあいいや、レーダーもいいやつ渡しとこう。この辺はいらないな。ジャンプドライブも渡しとくか。ドッキングコンピューターいいや、全部渡せるもん渡しとこう。バイオスキャナー、こんなとこかな。であと燃料、燃料がまあ100ぐらい渡しときゃいいか。100と、はい、 OK。 じゃあこれでどれだっけ。まあいいや、これでいいや。チェンジシップスと、でブルー招待を作らないといけない。武器の整備だな、まず。ブルー招待、違う、武器はうわー、めっちゃある。あ、そっか、もう一個いるじゃん。ミスった。 All ex-military personnel, please report to medbay 6 for bioweapons please. 1個ちょうだい。 Impulse ray emitter transferred. Impulse ray emitter installed. ここでいいのかな。まあ、調整は後でするとして、アドトゥーウィングブルーで、ブルー2ブルー3もブルーウィングに加えていくと。でブルー4から7もブルーウィング、あー間違った、やりづらい、ブルーファイブ、ブルーウィング、ブルーシックス、ブルーウィング、